どうしたらよかったんだ。どうしようもねえか。私はゴールで有利外の曲です。まあそんなもんじゃねえかな。ふにゃんこな、ありがとう。よし、疲れたな。休憩だね。何はともあれ休憩。高大好きありがとう。ご一が10時過ぎだから、あ、10時過ぎか。うん、雑談、そうだね。だいぶなんかいい感じになってきた気がする。ガイルの動き自体。だいぶ良くなった。うお、一週間ぐらいで。うん、調べ物？シフトでサマーはむずいって先生が言ってたでしょ？あとなんだっけ？ボイチも10先2回かな。トリガーってなんだっけ。トリガーってなんだっけ、忘れてるわ。あ、 EX か。 EX、トリガー、それあれじゃないの？だから、それ先生がさ、むずいっつったやつじゃないの？先生がむずいっつったらもうむずいんだよ。トリガースキルか。あ、超無事な。あ、超無事。やばい。あ、むずすぎ。いや、ほら。やっぱ、先生が言った、先生の言うことに間違いねえ。むずすぎる。トリガーに V シフトサーマー。無理。むずすぎる。バカ。シフトしたら、もう一回シフトが出て終わり。もう一回シフトが出て終わりのはず。
あ、違う違う。あれ？あ、そっかそっか。で、ん？だよね。だって相手が7フレイムだ。3回シフトできる。タイムオーバーでやってみようかな。何回取れるか。これで T 勝ちしたら相当熱いな。これで T 勝ちしたら相当熱くない？お前はもう死んでいるっつって。何回取れるの？ 6 回取れるのか一応理論上は。ねえ。ちょくだらねえ。令和の排水。いやいやいや。逆転してねえし。逃げただけだし。うん。排水の逃避劇。V シフト、全然使えてなかったけど、多分、うん、もうちょい使った方がいいんだろうな。十分使ってたか。やっぱり、シフトね、面白いと思うんだけど、やっぱり攻めに使えないからどうしても相手依存になって、相手がシフトを打てるような行動してくれないと、全くシフトが出ないっていうことになっちゃうんだよな、どうしてもな。YouTube に上げたダイヤシガード確認発動って取り入れてますか？最初、てかやってた時期あったけど、やめた。てかそれ、トリガー1だとあんまり意味ない。あ、まあ、んなことはないか。うん、でもあんま意味ない。2だったら強い。差し返しも言ってみれば相手依存では。そうだよ。でも差し返しはシステムじゃないからね。システムじゃないか。シフトはシステムだから。コップにも使えるとね、いいんだけどね。やっぱどうしても受けのシステムそうなっちゃうんだよね。なんか1ラウンドにさ、1回ぐらいはやっぱ使いたくない？新システムだから。俺もそう思うんだよな。1ラウンドに1回は打ちたい。ラシード戦で変わったところってどんな？俺が？じゃなくて、このバージョンでってこと？別ゲージなら使わなきゃ損だけど、そうなんだよね。別ゲージにするべきだったね。このバージョンで変わったのは、まあ、そばっと打ちづらくなったぐらいかな。多分ほとんど変わってないと思う。この組み合わせに関しては。ソバットが打ちづらくなった分、ちょっとガイルが、まあ前のバージョンに比べると戦いづらくなったかな。うん、そう、そんだけ。ああ、でも、だから EX サマーのリーチが伸びて、立ち中盤、しゃがみ中盤がレンガじゃないんだけど、割り込めなくなってるっていうのを加味すると、ああ、でも、シフトがあるからわかんないや。シフトがあるか、シフトがどう生きるかなんじゃない？もう試すんだよな、シフト。ガイルも結構シフトを打てるし、組み合わせ。お互い様かも、うん。あんま変わってない気がする。有利不利自体は。って考えると、やっぱガイルはちょっと有利なのかな。